がやっぱり全然変わるなと思いました。めちゃめちゃ可愛いですよね、アイリスさん。本人もめちゃめちゃ喜んでいて、そしてあの豆腐豆腐、あのアイリスさん中央の机の上に途中から豆腐を置いていたんですけれども、みんながあのそのなんか揺れてるねみたいな、まあ、アイリスさんはこう結構ね、いい谷間をお持ちでそれが今回ねこの新ビジュアルになることで明らかになったわけですけれども、はい、それでこう豆腐がこう揺れがすごいね、豆腐だよね、みんな豆腐を見てるんだよねみたいなねやりとりがあって、なんか微笑ましかったです。はい、であとそれとは全く関係はないんですけれども、なんかたけしミームみたいなのが流行ってるっていうことも知ってしまいました。なんか多分これ知らなくていい、知らなくていいネタだったんだろうなと思うんですけど、たけしミームみたいな、なんか道路めっちゃ走ってて、なんかこう、まあ、ちょっと用語は言わないんですけど、ちょっとたけしの話をしているあのシーンがあるので、あのよかったらちょっとアイリスさんの、あの雑談も見てみてくださいやめろたけしそうそうちょっとあのなんでしょうね、多分海外ではめっちゃ流行ってるみたいです。なんか道路をめっちゃ爆走して、何の音声なんだあれ、あの なんて言うんですか、こう靴みたいなことを言ってるっていうちょっとこれはちょっとはっきりは言えないので、またちょっとあのご自身で気になった方検索してみてください。あの今回はねアイリスさんのねデザインお披露目の話なので、たけしの話ではありませんはい、ということで次に行きましょう。こちらちょっとそれはね、それはねあの忘れてくださいPlease forget it, forget it はい、ではお疲れ様でした。チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。